おはよう、新庄くんだよ。今回は、コプンハーンとの決戦を徹底攻略していくよ。この決戦では、コプンハーンと合計3回戦うよ。まずは1回戦目、クロードの暗部、弓矢。他の道具は使えなくて、コプンハーンと剣対剣の真剣勝負だよ。刀を使うときは型っていう、構えみたいなものが4種類あって、おすすめは石の型だよ。自分の行動パターンは、三角で大振り、四角で素早い切りつけ、L1 でガード、まるで回避の4つだよ。相手の攻撃に合わせてタイミングよく L1 を押すとパリー、攻撃を避けてカウンター攻撃ができるよ。四角は素早い攻撃で、攻撃が短いから相手の攻撃に反応しやすいけど、ガードさせた時にスタンゲージが減らないよ。これに対して三角攻撃は、発生が遅い代わりにガードさせるとスタンゲージを減らすことができるよ。でも四角攻撃より技の攻撃が長いから相手の攻撃に反応しにくくなるっていうデメリットがあるよ。どっちをメインに使ってもいいけど、相手の攻撃をパリーする立ち回りが強いと思うし、コプンハーンは素早い攻撃と大振りな攻撃を混ぜてきて、攻撃パターンが読みづらいから、新庄くんのおすすめは様子見しながら四角攻撃でじわじわ削っていくのがいいよ。続いて相手の攻撃パターンだよ。種類は通常攻撃、突き、上からの振り下ろし、足元からの4連撃の4つだよ。その中でも光らない攻撃と、攻撃の直前で青く光るパターンと赤く光るパターンがあるよ。光らないのと青い光の時はパリーができるよ。赤い光はパリーできなくて、まるで回避するしかないよ。通常攻撃は光らない攻撃で、パリーできるよ。月は青く光るやつと光らないやつとあるけど、両方パリーできるよ。上からの振り下ろしは、結構モーションが大きいし、赤く光るからわかりやすいよ。パリーはできないから、まるで回避しようね。ね。回避した後は隙があるから、四角攻撃するといいよ。足元からの4連撃は、ちょっとだけ複雑なんだけど、最初の1撃目をジャンプ、残りはまるで回避だよ。全部赤く光る攻撃だよ。この時、最後の月の後隙ができるから、四角攻撃を叩き込むといいよ。打つべし、打つべし。攻め方はパリーからの四角攻撃、まるで回避からの隙を見つけて、四角攻撃、その繰り返しだよ。鷹の仇。これは山口勝平さんの分。ムービーに入ると、1回戦は終わりだよ。2回戦の前にコプンハーンの手下がたくさん出てくるよ。強くないけど、グツグツするよ。ただ、ここからは、アイテムとか全部使えるから、結構簡単だよ。とか言ってたら毒になったよ。回復できない。早くムービーに入らないと。ギリギリ間に合ったよ。このムービーに入ると、コプンハーンも出てくるよ。2回戦だよ。ここも手下がたくさんいるから、アイテム使ってどんどん倒すよ。新庄くん的には、煙玉がおすすめだよ。連殺で一気に倒すよ。コプンハーンが来たよ。動きは1回戦の時と同じだよ。1回戦と違うのは、アイテム使い放題ってとこだよ。どんどん使うよ。くらえ、鳥持ち玉。ある程度ダメージ食らわせたら、このムービーが入って、3回戦開始だよ。3回戦は、おすすめの立ち回りがあって、まず最初に、樽を弓矢で爆発させるよ。2階に2箇所、下に1箇所あるよ。あとは手下を倒しつつ、コプンハーンにも、ダメージを与えていくよ。ある程度ダメージを与えると、BGM が消えて、かっこいい演出が入るよ。なぎなたを壊したよ。この演出から、手下がまた増えるんだけど、弓矢の手下がいて、結構グツグツするよ。コプンハーンと戦ってる時でも、関係なく遠距離で攻撃してくるから、先に弓矢の手下から、倒すのがおすすめだよ。相変わらずアイテムは使えるし、
手下を倒すと、アイテムの補充もできるから、アイテムをどんどん使っていけば、そこまで難しくはないと思うよ。ステージも広いから一旦逃げて、体勢立て直したりもできるよ。コプンハーンの攻撃パターンなんだけど、赤く光る攻撃ばっかで、パリーできる攻撃はほぼないよ。なんなら刀燃えてるし、だからまるで回避しながら、アイテムや視覚攻撃で倒すといいよ。山口勝平さんの敵取ったどー。参考になったかな。新庄くん、正直刀とか装備をあんまり強化してなかったけど、なんとか勝てたから、コプンハーンは、一回戦さえ乗り切れば、あとはアイテムとかで、ゴリ押しできると思うよ。とりあえず一回戦頑張って、みんなも山口勝平さんの敵取ってね。ね。それじゃ今回の動画はここまでだよ。チャンネル登録してね。